黒潮を踊る太平洋に突き出したところ、ここは伊豆の最南端伊良崎。ここを中心とした漁場では南崎村の人たちによって自主的に乱獲が防がれ増殖がされています。ここでもやはり海女さんは働き者。真冬の1月というのにそれこそ体を張って黒潮との戦いです。寒いでしょうね。しかし暖流の関係でそんなでもないということです。でも見ている方が寒くなりますね。海女さんの取ったアワビは種アワビとして県外にまで出されます。またエビは年産5000貫で漁獲の大座を成しています。山地の南伊豆農業経営を豊かにするための研究をする県立の有用植物園はやはりこの南崎村にあります。ここでは亜熱帯植物が幅を利かせて暖かい南の国の情緒を出しています。明るい校舎、学部は女性の高い教養、英文科、家政学科、そして地方文化を高めてもらおうとするのが狙いの県立の女子短期大学で2カ年卒業となっています。蓄力利用による増産と農業経営合理化の基礎ともいえる重箱喧嘩大会が1月15日桜木村でその第14回が行われました。優勝者は静浜村の田中さんでした。県下の中学卒業児童は約5万名ですが、このうち就職を希望する者が1万5000名。半数の女子は紡績関係で学に昇華されますが、男子の方は全く狭き門で、在学中からすでに職業教育をやっている学校があります。県の歩道所では腕に職を得ようとする少年の真剣な姿が見られます。静岡県の人口増加は毎月4000人、年に5万人、毎年三島市が一つずつ増えていく環状になります。受胎調節による家族設計の必要なこと、今日より急なことはありません。最寄りの保健所か医師に相談して豊かな生活への新しい設計をいたしましょう。による受胎調節法、つまり月経の周期を利用して避妊を行う方法など、受胎調節の方法はいろいろありますが、効果が確実で後に悪い影響がなく、取り扱いが簡単であることが必要です。しかし思うの独り立ちをしてゆく日本の生きてゆく道は、輸出を最大限にして外貨を獲得することでしょう。それでは県下における重要な貿易の状況はどうでしょうか。清水の貿易館で調べてみました。輸出の対象は何といっても繊維製品で、輸出総額の 56% で43億円。それから合板、つまりベニヤ板。それに県の特産お茶も20億円に及び、もちろん重要な輸出品となっています。またみかんやマグロなどの缶詰類の輸出は大きく25億円。そしてこれらの輸出品は小良賀港、清水港から積み出されていきます。年間実に150万トンの貨物をドンとする清水港、港湾の施設はますます拡充されて、1、2万トン級の貨物船を3艘、1万トン以下数艘を同時に横付けにすることができるという豪華さです。
港湾の滑殺はいつにかかって背後地の利用度、つまり利用するかしないかにかかっているわけですが、表日本と裏日本をつなぐ中部日本横断道路が着工され、ここ内草村においては着々工事が進められています。そして完成を待って裏日本に直結、そのために裏日本の便益は四便となります。裏日本の繁栄は港清水の大きな繁栄でなければなりません。清水港は今度特定重要港湾に指定され、日本の港としても重要度を高めたことは誠に喜ばしい限りであります。